ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年11月の8日水曜日です。今日は〇〇の壁シリーズです。壁シリーズの第2弾をお送りしたいと思います。これは綾小路きみまろさんの中高年登りきってもいないのに下り坂って、下り坂になる前に壁で押し返したい感じであります。今日はですね、第2章、夫婦で楽しむきみまろ版歳時記というね、その中で今日は3月はいくつになってもひな祭りというコーナーを行ってみたいと思います。奥様、ご記憶ありますか？ひな祭り、女の子の健やかな成長をお祈りするお祭りです。奥様にも女の子の時代があったのですよ。そんな顔ではありませんでしたが相変わらず失礼なことを言っておりますが、こんな顔の私にも男の子の時代があったのです。信じられないでしょうが、そんな顔の奥様も結婚式の時には金屏風の前にちょこんと鎮座されました。まあ綺麗な花嫁さん、まるでお雛様みたいに愛らしいわ。そんなことを言われたこともあったのです。あれから40年、今金屏風の前に座ったらまるで熊の置物。酒でも加えていたら完璧です。ご主人に至っては金屏風の前の布袋様、それはそれでなんとなくおめでたい感じがいたします。だしますね。ところで奥様、ひな人形は今もお持ちですか？40年前娘が生まれた時に買ったものを孫のために飾ろうと思って取ってある。ん？で、娘さんは無事に嫁がれましたか？え、今も家にいるお一人様でひょっとして奥様、娘が子供の時武将されたのではありませんか？片付けるのは面倒だからと年がら年中ひな祭りをされていたんじゃないですか？だから娘さんも片付かないのです。そちらの奥様、え、今年買った、息子は昨年とうとう女になった今流行りの新しいハーフですか？今年30歳、30にして立つこともなく見事に転換。とはいえ女の子としてはまだよちよち歩き、ひな祭りがお祝いするのも良いかもしれません。すごい光景ですがでも確かにひな人形をしまうのが遅れてしまうのもわかります。押し入れの奥や天袋にしまい込んだら最後また出すときはまるで遺跡の発掘作業です。あなた、あの奥にある代理様、ちょっと出してくれない？なんだお前、そんな 片足上げて体操でもやってるつもりか？私はコマネチじゃないの。そんなことより早く手伝ってよ。誰がお前のことを白い妖精と一緒にするか。白い妖怪と思ったことはあるけどたとえこんなことを思っても決して口に出しませんでした。決して口には出しませんでした。ひな人形は出したら出したで細々した小物がいっぱい、誰に何を持たせたらよいか。1年経つとすっかり忘却の彼方、三人勘定に笛や太鼓を持たせたり、五人囃子にはお雛様のセンスを持たせたり、てんてんてん、こんなことならしまわずに出しっぱなしにしておけばよかったなどと思ったことも。でも当時は子供が2人も3人もいて家の中は狭いものでした。えいやと奮発して7段飾りなんか買った日には寝る場所がないありさま。あれから40年、今ではガラーンと銅のようにガラーンとなった家、今なら7段飾りだろうが12段飾りだろうが余裕で置けそうです。12段飾りなんて巨大なひな飾りがあるかどうかは知りませんが、そういえばひな祭りをお祝いした時代もあったわね、などと遠い目をしている奥様、今からでも遅くはありません。今年はご自分のために飾ってみるのも良いかもしれません。でもそれではお雛様ではなくおひなびた様になってしまうかもしれませんが、憎まれ口はこの辺に
しておきまして、お孫さんや近所のお子さんと一緒にひな祭りをお祝いするのも楽しそう。でも白酒の飲み過ぎにはご注意くださいというでね。ああそうですね、3月にはいくつになってもひな祭り、実は私はひな祭り、ひな人形が、ネズミがかじっておりましてね、大きなこうやっぱり邪魔になるもんですから女房に黙って捨てたんですまあスペースはできたんですがね。でもね、ひな祭り他にも使えるのがあったと言って、まあ、女房が言っておりました。まあひな祭りを飾りながら、そうですね、昔ならひな祭りの動画などを出してね、載せたいと思っておりましたが、ひな人形を出した頃にはそういう動画を撮るようなことはしてませんでしたし、そんな発想もなかったので、その記録は残っておりません。写真などは残っているかわかりませんがね。でもまあ今度、そうですね、娘が、そうだ、孫の日の日の祭りのとこがあったら今度撮ってみようなと思っております。その時はまた動画でご紹介したいと思っております。ごきげんよう。